ですよ。結構久しぶり。私配信を結構すごいやるときめっちゃほぼ毎日とかやってたんですけど、そうやれる日はね、ショールーム好きってやってるんだけど、そんな私がショールーム できないくらいちょっといろいろあれだった。なんかね、お久しぶりです。はい、映画の撮影お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかそうなんですよ。なんかね、久しぶり、皆さんお久しぶりですっていうのと あとなんかもういろいろ話したいことはね、たくさんありすぎるのと、ちょっとね、どっから話したらいいのかな とりあえずですね、私の、近況は、そうですね、この前、12日まで、映画の撮影をさせていただいてたんですよ。なんかちょっと特殊な、その特殊な映画っておかしいけど、こう若手俳優発掘育成プロジェクトのオーディションとワークショップを経て選ばれたメンバーで作る映画みたいなやつをに参加させていただいていて、ワークショップとかオーディションはね、もうずっと前からやってたんですけど、それがね、ついに撮影をするっていうところで、この前撮影がね、2、3週間くらい撮影をして、はい、この前クランクアップ無事できましたという ことでしたね。はい、なんか本当に濃かったです、ちょっとね。で、今はそのクランクアップしたもうから今私は舞台の方の稽古にね、合流させていただいていて、本当はちょっと映画の撮影がもうちょっとね、早く終わるスケジュールだったはずなんですけど、ちょっとまあいろいろあったんですけどっていうので、今は稽古、舞台の稽古に途中合流したので、はい、舞台の稽古に途中合流して、今日が4日目とかなんですけど、本番が29日から、今日17日なのであと12日後ですね。で、あとね、数日後にはね、通し稽古をしなきゃいけなくて、もう本当にね、みたいな まあ、でも大丈夫、なんとかします、なんとかするんですけど、今日で4日目なんですよ。で、あと数日後に、もう一回言う、あと数日後に通し稽古なの。やば みたいな。なんですけど、でもね、なんか、でもなんかね、なんか不思議なことに、最近そのなんだろう、こう少しずついろんな現場というか場面というかを経験させていただくことによって、ちょっとずつ強くなってきたからなのか、
なんかめちゃくちゃ焦ってるし、めちゃくちゃ不安ではあるんだけど、割と元気みたいな感じですかね。はい、そうなんですよ。いやでもね、全然なんでね、なんで元気なのか分かんない。あのちゃんとめちゃくちゃ焦ってるし、もっと焦るべきだと思う。なんだろういやマジでやばいから頑張んなきゃなんだけど、でもなんかね、最近はそのバタバタが、あーなんか私生きてるなっていう感じにもうなるというか、あそうなんですよ。なんかお芝居が好きとかまだわからなくて、なんかお芝居が私にとってとても不思議な存在なんですよね。なんか楽しいとか好きとかまだそんなに私はまっすぐ言える勇気がなくて、女優さんになりたいとかあんまり言えない。うん、実際自分がどう思ってるのかもよくわかんないんですけど、でもなんかお芝居じゃをと向き合わないとこう見えない、見えてこなかったものとかがすごいたくさんあったし、なんか私は今のところ自分をこう変えるとか、自分のこと可能性を広げるとかっていうことができるのはお芝居だけな気がしてて、自分にとって。なのでそういう機会があれば、チャンスがあればお芝居のお仕事に挑戦させていただくという気持ちで最近はやっているんですけど、なんかでもお芝居が好きだっていう瞬間があるわけではないんだけど、でもなんかこう、なんだろうな、お芝居と離れた世界にいた時よりもなんか、なんだろうな、だいぶ自分の人生に満足に近づいてる気がしている。なんだろう、なんて言えばいいのかな、あ、そう、こういうこの人生だったら悔いないなみたいなのに近づいてる気がするちゃするんです。はい、なんか普段私は今まではまあぼーっと生きていてなんかそうですね。でもなんかその なんていうのもいいのかな、いつ死んでも後悔しない生き方をしてる人とかに憧れたりしてたんですけど、そんな生き方どうやってすんのって思ったんですよね。でもなんかお芝居をしてるとその感覚に少しそれがなんかわかる気がしてきたかも。あ、なんか結構今自分の中でもすごいこうふつふつと湧き上がるものがあって、なんかいろんなものが見えるし、あ、なんかこう
大変は大変なんですけど、振り返ってみた時に、あ、充実してるってなるから、うん、まだね、全然死んじゃったら困るんですけど、はい、なんかそう思ったんですよ。今まではいや私まだ死ねない、まだまだちょっとやりたいことっていうか自分のやれることとかまだ何にも見つけてないし、やばいやばいってなってたんですけど、最近はそうですね、ちょっとだけそのいつ死んでもいいように生きるというものに近づいてる気はしてるかもって思った。かっこよくないですか、私いつ死んでも別に後悔ない生き方してるんでっていう人に憧れててなんだその生き方って思ってたんですけど、まあちょっとまだね頑張んないとあれですけど、頑張んなきゃなんです、はい、なので頑張らなきゃなんですでもね、なんかね、なんだろう、すごい私の卒業の話をそうだしたいと思ってた。皆さん私の卒業という映画の方の話です。今プロジェクト綿卒、はい私あんまりちょっと撮影期間いっぱいいっぱいになっちゃって、SNS の方があまりちょっと更新できてなかったんですけど、でもね他の綿卒メンバーのみんながね結構 SNS を更新してたりしてて、そう、なんかその綿卒ではオーディションで出演メンバーが決まって、そこからメインキャストに選んでいただいて、メインキャストの役をね演じさせていただいたんですけど、すごくそれも含めて私はとってもとっても心も体も本当に本当にズタボロになっちゃったりとかもしてたんですけど、でも本当にね皆さんとね一緒にやらせていただいて、なんとかやれたかなっていうのがあって、うん、友達できました。友達はねできました、なんと21人、なんと21人友達ができました。でもね本当になんかすごいよね、みんなみんなめちゃくちゃ芸能人なんですよみんなねそのキラキラを持ってるんです。なんか私割となんだろうな、私はなんか別に表舞台に出る人が向いてないとまでは思わないけど、でもなんかきっと私は表舞台に出る人じゃないのも別にの方が向いてるかもしれないなって思うこと結構多くて、実はっていうのもやっぱりなんかねすごいね綿卒メンバーの中でもやっぱりあすごいこの子は
表舞台に出るこの今のお仕事が天職だなーって思うような子がいっぱいいてね。そう、なんか本当に本当にね、言葉で言うのはねめちゃくちゃ難しいんだけど、こうあんまりこう自分のことを客観視しすぎてない感じかな。でも全然本当に客観的に見てめちゃくちゃそれが素敵だなっていう感じ。そうですかね。なんかまあビジュアルも皆さん本当にお綺麗ですし、なんか内から出るものも本当に本当に、あ、すごい芸能人さんだってなる。 そうですね。まあなのでそういうこうキラキラした子たちがいたりとか、インフルエンサーの子たちとかすごいね、フォロワーやね、もう SNS でのファンの数がすごいみたいな子たちがたくさんいて、なんかもうそんな中で「なんかすいません」みたいな。なんかそう、本当になんか私がいていいのかなみたいな気持ちにめちゃくちゃなるようなすごい現場でした。でもまあなんかお芝居、こうなんだろうな、ずっと俳優さんやられてる方もいれば、私はアイドルだしモデルとか、あとなんだインフルエンサーの子とか、映像じゃなくて結構舞台やってるんですっていう子とか、あとは事務所に所属してない子とかもいたり、本当にね、普段交わらない世界線の人たちとの同年代の方々と一緒にお芝居に向き合うっていう時間が本当になかなかないから、めちゃくちゃ刺激をいただきましたし、そうなんですよ。もう想像するだけですごい刺激になるでしょ？ だからね、本当にね、すごいんですよ。でもなんか最初本当に怖かった、やっぱり。なんか、なんだろう、オーディションのね、まずね結構数がすごかったんですよね。書類審査あって、あとオンラインでっていうのが2回くらいあって、対面があって、それからだからなんか5時くらい審査があって、あ、すごいたくさんあるんだな って思いながら あ、いっぱいいっぱいだなって言うので、やっぱ対面審査の時はこう皆さん集まってこう独特の緊張感がすごい流れてまして、シーンみたいな もう本当に本当に、ああああああって。だしね、まだみんなと本当なんか初めて会った時とかも「うわすごい、うわすごい、こういう、ああこういう人ね」みたいな、なんかあるじゃないですか めっちゃ失礼、なんていうのな、なんかその時の印象とやっぱ仲良くなってからは全然違いますね 全然違いますよ本当に。第一印象とみんなめっちゃ変わった、私の中では。やっぱだから私は結構その人のことを知る前にこう塞ぎ込んじゃうから、でも今回はそのもう私の塞ぎ込みがちな私のことをこう、映画のタイトル「心の蓋」って言うんですけど、
心の蓋をまさにね開けてくれたのがみんなだったなっていうふうにすごい思いますし。はあ、やば、なんかでもねちょっとねあれですね、公開またみんなに次会える時とかにはねもうちょっとお話ししたいな。なんかやっぱり何なんかさあのねなんかでもね本当にね監督もね後で言ってたんだけど、あの5期あの 私たち5期なんですけど、5期はあの本当に変な人たちがいっぱいだって、変人ぞろいだと。なんかね私もすごくそう思ってて実は。なんかね本当にね変な人たちばっかりなんですよ。仲良くなったからね言えることですよ。でももうねえやばいよもう。え違う違う、私はねあのもうまとも、びっくりびっくり、みんなみたいな。やばいの本当に、なんかねすごい面白い人たちがいっぱいでした。これでもまた公開されたらちゃんと話したいな。なんかねえ私語りもう語り出したら本当にもう止まらないですよ。じゃ公開あれなんかさないのかな、あの舞台挨拶みたいなさありそうだけどね、あの4期とか3期の皆さんとかやられてた、なんかこんばんは、こんばんは。でも本当にただただ本当にあのもう撮影もワークショップも私にとっては本当にめちゃくちゃ辛かったんです。もう本当にもうなんかもうみたいな。なんだかんだ言って素敵な時間だったなっていう感じ。でもその時真っ最中は本当に辛い、なんか朝目覚めて辛い辛い辛いあ辛いってなって、けど撮影現場にはちゃんと笑顔で行く。あワークショップのね多分あれですよ、ドキュメンタリー映像みたいなの出ますよ。過去のそのまた卒の皆さんのもいろいろこれからね多分動画がアップされていきます。オーディションから撮影の密着動画みたいなの多分どんな風になるんだろう、ドキュメンタリーでででででん、シュボーみたいな。どうなるんだろうとか多分出るし、あとあのみんなでそのチームに分かれて Vlog を撮ったんですよ。あそう今回その私卒の 私の卒業プロジェクトはあのそのなんか結構地方でのその撮影なんです、映画が舞台となって、で今回新潟が舞台になってその撮るということで私もそれでオーディション受けさせていただいたんですけど、あのそうなんですよ、うん、そうなんです。それであの新潟にねみんな来て、私は実家から通ってたんですけど、
なので、はい、新潟を巡る Vlog をみんなと一緒に撮影したりもしたので、それもきっと YouTube にいつ上がるかな、でも3月とかって言ってたかな、なんかまだ先だと思うんですけど、をチェックぜひしてくださいねっていうのと、あと私の卒業の TikTok とかもねぜひチェックしてくださいねって、でもみんな結構チェックしてくれてる、コメントとか書いてくれたりもしてね、すごい嬉しいです、読んでます、いいねとコメントと拡散とお願いします。ご飯とか結構行けた、ご飯行ったよ、私卒メンバーとご飯結構行きましたね、へぎそばを食べに行ったりとか、ラーメン食べに行ったりとか、あとパフェも食べに行った、あとすき家も行ったすき家も行った、あとね、あとなんだろう、なんだっけ、なんか行ったよ多分ちゃんと友達してる感じの話聞けて安心したでしょ、友達ができちゃったんです私にも、嬉しい、優しい、みんな、なんか同年代の人でこんなにすごい人たちがいっぱいいるんだなって、熊野タワーありがとうございます、ありがくまタワー、一瞬寝てた、そうですね、いやなんか本当に本当にね、さっきからね何言ってんだろう、ちょっとね頭も口も回らなくてすいませんふふん、はい、でもとにかく本当に本当に素敵な時間を過ごさせていただきました、うん、最高な瞬間も最悪な瞬間もこう経験させていただいて、うん、あ、これが青春だっていう気持ち、私はあんまりそうですね、学生時代学校とかそんなに学校行事とかもそんな参加できてなかったりするし、うん、本当にこれからの人生まあどういう道を進んでいくのかわからないですけど、でもなんかすごい今回の経験がめちゃくちゃ糧となりそうだなって、はい、思いますね、やばいよね、大人になっちゃう、大人になっちゃう、大人になっちゃいます、
なんかしばらくあんまりあのね NGT のみんなにもそんなにあの会えてないんですよね。だからどうなんだろう、どうなんだろうって何なんかねしばらく会えてないどころじゃなくてね、だいぶ会えてない気がするんだ。あ、それは私だけかな。いや、なんかあのたまにね会えたりはするんですよ。なんかみゆとたまに会うんだよね。あ、言ってた？なんかね昨日みゆに会ったの。ちょもう本当にね5分だけくらい。なんかあのお仕事でみゆも東京に来てたっぽくって、私もあの稽古に行くときになんかマネージャーさんが連絡をくれて、そうなんかちょっとだけ見送るよーんってそうなんかちょっと見送るよーんって稽古場に、あーはい、別にカフェ行ったとかじゃない、ご飯行ったとかではなくほんと見送るよーんって言ってくれて、え、そうなのって言ったらね、ミユとマネージャーさんがねいてね、なんかそう保護者みたいな、でもお見送りしてくれたから嬉しかった。なんかなんですかね、なんですかね不思議。なんか別にその複雑なんですよね。こう複雑っていうのは複雑っていう意味じゃなくって何あのその寂しいっていう感情だけじゃないっていうのというか、頑張るぞっていう気持ちももちろんあるし、寂しいなっていう気持ちもあるし、でもそんなこと考えてる場合じゃないぞっていう焦りとか期待とか、新しい場所にはすごいこういろんな複雑な感情があって、でお家にはやっぱり安定のものがあって、なんか すごいなんかね新しい世界、外の世界、落ち着くお家みたいな、なんかあのそのあれですよね。ちょっとねいいこと言おうとしたんだけどね、まとまらなかったなこいつっていうのはね、この話を聞いてる全員が思ってること、私も含めちょっとまとまらなかったなこいつっていうのはね、でもなんかあれですね。
最近本当にアイドルの自分とは違うスイッチを入れてやっているので、なんか本当にね、いる生きてる世界が違う感じの感覚、なんかこの配信をして、あ、これこの感覚久しぶりだなってなる感じ。だからちょっとね、皆さん話がつまらないなと思ったでしょう、この38分間。なんか配信の内容自体は話をね聞いてると濃いと思うんですよ。ただ喋りがあまりこう人に聞かせる喋りというよりかは、内容を伝えたいという気持ちになってる。それがきっと最近の取り組んでいることからなんだろうなっていう感じじゃないですかね。本当にすごく、何ですか、そうだな。あ、でも舞台見に来てください舞台見に来てください、ぜひ。小劇場で多分めちゃくちゃお客さん近いんですよね。そう、ドキドキですね。ザ・芝居の世界って感じ。芝居って感じですね。でもアイドルの大声はるかを見に来るんじゃなくて、本当ピカイチくんを見に来てください。大声はるかは本当に一滴もいないので、今回に関してはね本当にそうなのもうビジュアルがもう全部全てなんですけど、本当に大声はるかは一滴もいません。なんかそうですね、こう舞台一つ、大声はるかじゃないっていう自分を見せるんだって考えた時に、きっと今いてくれるファンの方ものことも楽しんでいただけたらなって、私の振り幅を見て楽しんでいただけたらなっていうふうにも思いますし、あとは
アイドルからじゃなくて、そのお芝居してるところからファンになってくださる方を作りたいっていう気持ちも出てきたというか、はい、今回はそれが目標です。お芝居を見てファンになってくださる方がいてくれたらいいなって。そうですね。あとは何だろうな、なんかその映画の吉田愛香ちゃんと今の舞台のピカイチくんは、まあ、本当に真逆みたいなあのあれなんですけど、別にそこをつなげるつもりは全くないんですけど、なんかピカイチくん、あのすごく冴えない少年なんです。なんかもうね、周りにはこう才能ある、星を持ってる人がスーパースターになるんだって、でも自分は星は持ってなくて、でも漫画を描き続けて絶対にスーパースターになるんだみたいな、あのなんか私は昔は小さい頃はすごく負けず嫌いで、私が絶対に一番っていうタイプの子だったんですけど、なんかいつからか一番というよりかは誰かにとっての特別な存在でありたいなとかっていうところに、なんかこう無理やり落とし込んでいったというか、やっぱりなんか一番って何とか、スーパースターって何って、その世界の中で一番になったとしても、違う世界でまた一番の人が現れたら、そもそも一番って何なのとか、なんかそういう難しいことを考え出したりとか、こうちょっと挫折しそうになった時に、いや一番になれないって思った瞬間にポキッと折れちゃうのが怖くて、きっと一番というよりかは特別な存在にみたいな、逃げではないですけど、なんかで私は腑に落としていたんですけど、でもなんかなんだろうな、よくわかんないけど、そういう幼い時に絶対私は負けない、誰にも負けない、私が勝つみたいな気持ちでいた時の方がこう勢いがあったなとか、なんかこう悔しくて悔しくてたまらない気持ちがあの時はあったなとか、その感覚をもう一度こう思い出させてくれるような作品で、あの頃の気持ちをなんか
あの頃の気持ちを失ってしまったわけではないけど、ちょっと失いかけてたところに、なんか寂しさも感じて最近は生きてきたので、すごい私にとってとってもこの作品に巡り合えたことはすごく、うん、嬉しいことだなって思いながら稽古をしてたりします。いいこと言った今、なんか今めっちゃいい話したよね。絶対いい話した。うん、あと 4% で 20% になっちゃう。いい話でしたよね。でしたよね。わかる。自分でも思います自分でも思います。今なんかいい話した。ホルコ、でもなんか本当それこそまた卒でその他の子たちがあまりにも可愛くて、もうね、そこもあった。私それでめちゃくちゃ、それでも心が折れました。なんでみんなこんな可愛いのってなんで私の覚悟は誰にも負けないはずなのに、私だって熱量高く持ってここに来てるし、絶対絶対私メインキャストになりたいのみたいな気持ちも一応あの表にはそんなに出さないけど心には思って来てたので、みんなに出会ってこんなに可愛い子たちがいるんだなって、あ、それは無理だなって思います、思いました。撮影中も私がこの役でいいのかなとか正直思っちゃったし、なんか正直思っちゃったし、なんか選んでくださったのは嬉しいけど、やっぱこいつじゃなかったかなとか思われてるんじゃないかなとかすごいやっぱ思っちゃう、うん、し、それはっていうのもそうだし、お芝居の面でもではもっとその何倍も、もうお芝居難しすぎて本当に深いし、本当にめちゃくちゃ難しいと思うんですよ、お芝居って。もう、プロデューサーさんと監督が2人でワークショップとオーディションとずっとやってくださってて、お二方が本当に、すごい熱量をね、持って、私たちに教えてくださるし、役が決まってからはもっとこう一つ一つね、基礎的なことからすごい教えてくださるから、なんかすごい心を込めてね教えてくださるから、もうどうしてもそれにちゃんと答えたくて、でもやっぱり難しくて、なんか一つ一つのシーンが撮り終わってから本当にあれで大丈夫だったのかなとかすごい思う。てかほぼ全シーンこれで大丈夫かなってすごい思うし、だからなんかもうねえねえなんですよ、難しいお芝居
難しいですね。じゃんじゃ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 じゃん。なんか目にゴミが入ってる気がする。あともうちょっとで 20% のお知らせが来ます。きっと一回止まります。え、左目に絶対にゴミが入ってる気がする。はい、来ました。どうも。そうですね、20% 来た。はい、までということなので、映画はね、公開を楽しみにしてくださったら嬉しいなっていう感じと、舞台の本番は29日からで、29日からです。お待ちしております。どうしようかな。あと5分や。なんかね、本番になるかな、大丈夫かなって気持ち、ほんとやばいんですよほんとやばいんですよ。ちゃんとね、あのね、お芝居とあとダンスと歌と殺陣もやってて、めっちゃいろいろねやるんです。今回私挑戦することがたくさんあって、2週間の稽古で途中合流なのも初めてだし、途中合流する方って私その1年前に出た舞台が初めてだったんですけど、途中合流される方はいろんな舞台を渡り歩かれてるめちゃめちゃベテランな方だったから、えみたいな、いやいやいや、えみたいな感じな気持ちなんですけど、稽古場では、まあ、割とちょっとまだね、私はとにかく台本を読んで、あーやばいやばいってなってるので、ちょっとあんまり喋れてないんですよね、皆さんとまあ余裕があったとしても喋りかけるかって言われると多分喋りかけないんですけど、でもまあ、とにかく今はその自分のね、そのやらなきゃいけないことがいっぱいあるから、ちょっとあんまり皆さんと談笑できないっていうのはあるんですけども、でもあの
かいちくんね見てくださる皆さんがピカイチ頑張れとかいう気持ちになってくださるといいなって思っていてます、思っていてますのでお願いします。ね、3分ですね。じゃあ壇上の皆さんをお呼びしようかしら。はい、じゃあ13位の方から呼びます。13位ゆららさん、12位ゆうじさん、11位いかっちさん、10位ストーンさん、9位としやさん、8位ぴょんぴょこぴょんさん、7位りゅうまさん、6位ひよぽんさん、5位てっちゃんさん、4位おしょうさん、3位まえちゃんさん、2位かんくろうさん、1位ぐっちさんです。ありがとうございます。はい、ということでね、ちょっと次配信できる日がいつになるかとかちょっとやばいかもしれないんですけど、またね舞台でお会いしましょう舞台でお会いしましょう。じゃあ皆さんありがとうございました。おやすみなさいませ。あと2分あるわ、まだ頑張るね。でもさ、劇場公演に出れてないからさ、みんな私のこと忘れてたりとか、ハルルーンの気持ちが薄まってるんじゃないかなって思って心配してたんだぞ忘れないでくださいね、マジでマジで。本当にそれだけはめちゃくちゃ心配よ。毎回言うよねって言われるけど、毎回言わせて、本当に忘れないでね、忘れないでね。わかる、最後の数分で急にアイドル、はるかのこと忘れないでください、キュルン。